ゆるフォト。はい、どうもこんにちは、たかしでございます。本日もね、ゆるゆるとカメラについてのお話をやっていきたいと思います。というわけでね、本日は EOS の R5 の情報、追加情報がね発表されたということで、動画にしていければなと思いました。キヤノンさんのね公式の方で、結構発表がちゃんとされているので、そちらをね今回見ながら皆さんにご説明をしていければなと思っております。このね EOS R5 も本当に待ち遠しいんですよ。で、僕の予想では発売発表予約と同時にもうすぐ売り切れて、なかなか手に入らなくなっちゃうと思うんで、皆さんねぜひ、欲しい方はね早めに予約、もう多分当日に予約動くぐらいの気構えでないと多分手に入らなくなっちゃうんじゃないかなと思いますんで、そこのところだけねご注意をいただきながらお待ちをいただければいいんじゃないかなと思います。とりあえず説明いきたいと思います。はい、まずはね動画撮影のところで2点新着情報がありました。10ビットキャノンログということで、ログ撮影にも対応をしているというところと、もう1個10ビット HDRPQ ということで書いてありまして、まあ、これは HDR の撮影が動画で使えるよということなんだと思うんですけれども、この PQ っていうのはね、人の目で見ても綺麗に見えるような色合いで作りますよっていう、その企画みたいですね。この HDR って明るい写真と暗い写真を合成してみたいなところで考えると、まあ、どういうふうにブレンドするかで、まあ、絵の作り方っていうのをね、いろいろ作れると思うんですけれども、まあ、その中の一つで、まあ、人の目で見て綺麗に見えるような色合いですよという企画が PQ ということになるようです。でね、この2つの機能なんですけれども、基本的には業務用のキヤノンのカメラに搭載されている機能ということでね、もう本当にこの EOS R5 に関しては動画機能というところに力を入れて作られているということがわかるんじゃないかなと思います。次はね、動画の項目のより細分化したところ、 4K 動画と 8K 動画、これについての新情報ということで取り扱いたいと思います。まずね、驚いたのが 4K 動画、4K で 120p が実現されているんですよね。あと 4K60p での外部出力、この外部出力とか内部出力っていうのはどういうことかわかんないんですけど、おそらく外部モニターにつないでこれが見れるんじゃないかなっていうことだと思います。 8K 動画、こちらに関しては 30p で 8K 動画が撮れますよと。あとはロー動画撮影可能ということでね、これもうすごいんじゃないでしょうかね。 8K 動画のロー動画、これね非常に重たくなることが予想されるんですけれども、 128GB のメモリ入れてどのぐらい撮れるのかな。これちなみにね、ロー動画から、ローファイル、写真のローファイルに変換をすることがもしできたらね、ものすごい面白いことなんじゃないかなと思います。次はね、ボディ内手ブレ補正ということでね、キヤノンユーザーの皆さんはね待ち焦がれたこの機能だと思うんですけれども、ついに確定が出まして、ボディ内5軸手ブレ補正ということでね、まあ、しっかりとした手ブレ補正がついてくると。さらにレンズ光学 IS、まあ、レンズ側の手ブレ補正ですねと合わせた協調制御を実現。なのでこのね段数がプラスできる、例えばボディが5段であればレンズ3段で8段のこの手ブレ補正っていうのは効くということになりますね。この手ブレ補正ね、もう本当に便利なんですよね。そして最後はこのデュアルスロット対応というのが発表されていたんですけれども、まあ、どういう構成かっていうのはまだだったんですね。今回それが確定をしたということで、 CF エクスプレスとあと SD カードの UHS に早い方の SD カードですね、これが確定しました。やっぱりね SD カードを使えないと不便だなっていうところもあると思うんで、バランス的には非常にいいんじゃないでしょうかね。おそらくこの CF エクスプレスに関して 8K 周りをしっかりと対応するために積んであるということになると思いますんでね、スチールのね記録速度なんかすごく楽しみなんじゃないでしょうかね。はい、というわけでね、こんな感じの新しい発表がありましたよという動画になりました。このね EOS R5 僕も欲しいんですけど、これにねどんなレンズを合わせていくべきかっていうのはすごく悩ましくて、レンズ1本がね30万とかするものがね結構あったりするんで、ちょっとねこの構成は非常に悩みどころですね。
まあ、人を撮るっていうことだけを考えると85mm なのかな。ただね、この 85mm 以外のレンズもめちゃめちゃ魅力的なものは揃っているんで、まあ、85mm はもし買ったとしても、まあ、どれを他に揃えていくか、まあ、あと仕事で使うんであれば標準ズームなんかも結構必要になってくると思うんですけど、これをねもし F2 の、まあ、この間紹介したレンズとかっていうのにね、することができれば、もしかしたら広角のレンズの単焦点とかがねそんなにいらなくなったりとかっていう可能性もあるなとかね、悩ましいですね。またねこのカメラ購入をしましたら、まあ、EOS R、 α7、 α4 なんかとね比較をしながら皆さんに楽しんでもらえればなと思っておりますので、ぜひねチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。あとねこの動画ぜひグッドボタンを押していただけると幸いかなと思っております。というわけで本日の動画以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。